笑うポイント活動、今日はね2日目2ステップ目なんですけども、今日はね友達紹介っていうのを一番最初に押さえておいていただきたいと思うんですよ。まあ自分なんかが友達紹介できないよっていうふうにね考えてらっしゃる方もいると思いますけども、実はねちょっとコツがあるんですよ。そのコツっていうのはすごく単純で、今私がやってるのと同じです。まず YouTube をやりましょう。 YouTube でこの笑うっていうのがとってもいいよってことで動画を撮るんですよね。で動画の概要欄に、笑うっていう今回のポイントサイトの友達紹介 URL を貼っておく。それだけです。まあ中にはね自分が登録すると、あ、動画に入ってるこいつにポイントが入るの悔しいなと思う方もいると思いますけども、まあそういう気持ちの方はどちらにしてもポイント活動続かないんですよ。やっぱりビジネスとかこういった関係っていうのは誰かに得してもらおうっていう風なスタートラインじゃないと自分にお得が返ってこないんですよね。まあだから登録するときに、あ、自分が登録するだけで自分も得するんだけども、登録の URL を用意してくれた人も得するんだ、あ、そしてそれによってこの笑うっていうねポイントサイトを運営してる会社も儲かるんだ、あ、みんな良くなるんだなっていう風に素直に感じれる人がどんどん登録すればいいと思うんですよね。でポイントサイトっていうのは自分さえ得すればいいって考えの人が続かないようになってるんですよ。というよりもアフィリエイトの仕組みってのは全部そうなんですよ。自分さえ良ければいいって人は大体ね退場していくように自動的にねなってるんですよね。まあですんで自分がクリックすることによってこれは誰かが喜んでいるんだなと、どっかの会社が潤ってるんだなって思うことを想像して、そこに対してニヤニヤできる方じゃないとなかなか続かないんですよね。ということでね、画面切り替えますので、友達紹介をどういうふうな手順でやっていくかってことをお話していこうかと思います。それではね、画面を切り替えていきます。どうぞ。はい、まずはこの画面です。友達紹介で3000ポイントって書いてますよね。今私は、アカウント作ったばっかりなんで、紹介人数も紹介特定ポイントもありません。だからね、この動画を見てる皆さんにかかってるわけなんですよ。あとでね、動画概要欄から、URL をクリックして、ぜひね、スマホの方で、ポイントを取るための友達登録してみてくださいね。友達紹介についてなんですけども、まあ今私がね、やってるのが耳を生やした左側のうさぎちゃんみたいなやつです。で、パソコンでいろんな方に今ね、YouTube を通じて発信してます。もちろん YouTube じゃなくてもメールマガジンとかでもいいんですけども、これは逆にリアルだと難しいですよね。紙に書いて渡すみたいなことをした方が多分登録してもらえないと思うんで、インターネットの活動が 99% になると思います。で、紹介したお友達1人ごとに紹介特典がもらえますので、3人紹介すると9000ポイントですよね。これがちょっとモッピーと違うのは、9000ポイントっていうとすごいポイントだと思うじゃないですか。これ900円のことですから、まあそれでもすごいですけどね。で、紹介特典。まずは、紹介活動を起こしたあなたへの特典なんですけども、友達が登録していただくと、紹介したあなたに300ポイント入ります。今で言うと私ですよね。私がこの動画を見ているあなたが登録してくれると、一人につき、その3000ポイント。だから300円分儲かっちゃうんで、ぜひね、登録してください。で、あなたも得なんですよ。というのが、私も誰かから登録をしたんですけども、その時に、あ、自分が登録したら自分も儲かるんだけども、登録を起こさせた人にもちゃんとね恩返しができるんだなっていう風な気持ちでこれ登録したんですけども、じゃあ私がスタートでいくらもらったのかってことは前回の動画でもお話ししましたけども、まずはスピードくじを引きました。5000ポイントが最大限だったんですけども、私は500ポイントだから50円でしたね、残念ながら。で、初回限定キャンペーンと最大で合計で8000ポイント、800円がいきなりもらえちゃうと。で、実はね、最低振り出し金額500円なんで、この時点でもすでにね、現金をゲットすることができるんですよ。これすごくないですか？これだけでもね、やってみる価値があると思います。それから、PC でご登録の場合は、こういう風な特典、1000ポイント、1000ポイント、1000ポイントとあって、登録後キャンペーンで最大3000ポイント、300円がゲットできるということなんで、1000円ってすぐいっちゃうんですよね。で、今だけ3000ポイントボーナスってのもありますしね。で、友達紹介の流れ、ここに書いてますけども、友達に笑うを紹介して、そのお友達がログインしていただくと、まあ、翌日にはもうポイント入ってるよって感じですよね。で、紹介特典がそれぞれにもらえてよかったよかったってことになりますので、紹介していきましょう。じゃあ紹介方法はってことなんですけども、このご覧のページなんですけども、これね、アカウント作るとこのページを見ることができるんですよ。そしてブログで紹介するかメールとか SNS で紹介するかなんですけども、私の場合は YouTube が多いんでメールとか SNS で紹介の方に行きます。この下をねコピーして、これをねこれをコピーしてペーストすれば OK です。動画概要欄に貼ってあるでしょ。で、ブログで紹介する場合はこういう風なねバナーがもらえますんで、
バナーのこっちの URL をね、それぞれのサイズに合ったやつを貼ればいいんじゃないですか。そしたら見栄えもいいですしね。で、よくある質問もあります。紹介特典も改めて文章で書いてます。加算タイミング、いつ反映されるかも書いてます。注意事項ね、注意事項、用法用量を守って正しくお伝えくださいということでございますね。で、 SNS のポリシー、利用規約ですか、こちらの方もね、目を通していただくとよろしいかなと思います。はい、ということでね、説明は一通り終わりました。なんとなくわかったかなっていうね、感じのノリでいいんで、下の動画概要欄にある URL からぜひね、友達登録してみてください。そしてこれから私もね、いろんなポイントをゲットしていきますので、まあ、それと同じようなものをね、ずっとクリックして同じように作業していただければ、私と同じように、まあ、大体ね、2ヶ月で10万円を目標にしてるんですけどね、前回のモッピーが11月、12月の2ヶ月で10万円超えましたんで、で、今までもね、プラスアルファでどんどん課金が進んですけども、月に5万円ポイントサイトで稼げれば、まあいいんじゃないですかね。まあ、それからね、注意点もお話しておきます。ポイントサイトを紹介する人が結構いると思いますけども、やってもないのに、そのポイントだけが大きいからっていうんで、煽る意味でね、自分がやってもないのに紹介する方いるんですよ。でもそれはちょっと注意してもらいたいんですよ。高額のポイントっていうのは、一定の条件がありますんで、できる人とできない人と分かれてくるんですよ。それは、技術的にできるかできないかじゃなくて、例えば年収とかね、職業によってやらせてもらえないってこともあり得るんですよね。まあ、ですので、そういうことをしっかりと熟知した上で説明できる動画を探していただいたらいいかと思います。私もね、なるべく誤解のないように、やってみて損はなかった、作業しただけ損だったよってことがないように、まずはね、どんな人がこの案件に向いているのかってことをお話して、そして実際に自分がやってみて、反映されたのはいつ頃なのかとかね、却下されたのはどういう条件だったのかってことを分かりやすくお話していきたいと思っております。まあこれからなんでね、これからも見守っていただければと思います。それでは今回は以上です。いってらっしゃい。